コロール市内コロールは、パラオ共和国のコロール島にある都市で、同国で最大の規模を持つ都市であり、コロール州の州都である。2006年までは、パラオの首都だったが、2006年10月7日に、バベルダオブ島の丸極へ戦とした。その後も、同国で最大の都市となっており、人口は12,676人で、これは、パラオ国民の過半数にあたる。 同国経済の中心地で、中心部には、ショッピングセンターなどの商店や銀行、レストランなどが数多く立ち並ぶほか、病院や放送局などもある。1885年以降のスペインの植民地時代以前より、コロールはパラオの派遣を競った大集長のお膝元として栄えていた。当時は、コロール島を縦断する道はなく、カイロから村に入っていった。 その後のドイツ統治下に至ってもインフラストラクチャーをはじめとする隠し都市整備はあまり行われていなかった。わずかにコロール島重断道路を完成させたくらいである。しかし第一次世界大戦後に日本の統治が始まり南洋軍島の統治機関である南洋庁が置かれてからはドイツの統治下ではほとんど進んでいなかった学校や病院、 道路など各種インフラストラクチャーの整備も重点的に行われ、1920年代頃になるとコロールは近代的な街並みへとその姿を変貌させていった。日本風町名が導入され、縦断道路に沿って西から順にコロール1丁目からコロール7丁目まで割り振られた。1から4丁目までが館長街や日本人街で、5から7丁目がパラオ人集落であった。 1930年代頃になると日本人人口が激増しパラオ人から土地を借りるなどして5から7丁目にも日本人が住むようになった。最盛期には今の3倍の人口をユースなど非常に栄えていた。人口の増加に伴い日本人向けの料亭やカフェなどのサービス産業も進出し歓楽街も形成された。これらの店で働く女性従業員は 日本人と現地人合わせ400人に上ったという。1967年に撮影された旧南洋町パラオ市町庁舎。未舗装のため道路が茶色くなっている。戦後、日本人が引き上げたこと、また太平洋諸島新宅島治療の首都もサイパンに置かれたことにより人口が激減した。インフラ整備もなおざりにされ、戦前は舗装道路だった。 縦断道路も未舗装に逆戻りしてしまった。小林泉の著書、ミクロネシアの小さな国々によれば、終戦後も残っていた道路の舗装をアメリカ軍がわざわざ剥がしていったという年を中村の発言を記述している。1980年代に入り、パラオ自治政府が設立されて、ようやく都市再開発が進むことになった。独立後は、 日本や中華民国など外国政府からも援助を受けてインフラの整備をしている。コロール市内には日本の大使館と中華民国の大使館が設置されている。また、かつてフィリピンの大使館が設置されていたが、これは2012年7月31日に閉鎖された。幹線道路が市内を走っており、コロールがあるコロール島とバベルダオブ島とは日本の援助により建設された。 日本、パラオ有効の橋によって結ばれている。なお、市内のほとんどの道が舗装されているものの、高速道路は存在しない。なお、鉄道は存在しないので、自家用車やスクーター、バスやタクシーが主な交通手段となっている。観光客向けに夕方から夜にかけて、シャトルバスが運行している。また、郊外で、隣のバベルダオプジマライ州にロマンとメトゥチェル。 国際空港がある。現在東京都に姉妹都市となるよう求めている。ありがとうございます。